それでサンマルクに行って、今日朝切ったんですね、500枚ぐらい。で、まあ、全部切り終えながら、今日トイレ、そうだ、トイレの工事があるって。もうあんまりトイレなんかどうでもいいんで、あんまり止めもしませんでしたけど、20枚ぐらいの、今までのトイレのカバー、上のあれが壊れたついでに新しくしようということ。なんかあれみたい、ウォシュレットみたいなやつ。まあ、つけなくてもよかったんですけどね、20万ぐらいかかったっていう。もうトイレで、母と親の親がなんか、便所がやりにくいみたいな、まあ、いろいろあって、東京ガスのライフバルっていう人が、いつもの会社に頼んで、20万もしたというね、ちょっとやるんじゃなかったか。この間10万円の50型のシャープのアッコースを買った。その数日後に父親が肺炎になりました。これ罰なんじゃないかと。山田電機の上の寿司屋で食べたのが悪かったですかね。ちょっと寒かったのもあれですけど、まあ母親はタオルじゃないですけど、でかいテレビでちょっと体が治るんじゃないかと思ってね。内容はともかく、テレビから発せられる電磁波とか、シャープの液晶のビーム光線で、なんとかセクシービームとかラブマシンで言ってました。そんな感じのあれで治るんじゃないかと思って、逆に入院しましたけどね。これで10万円使った罰でしょうかね。シャープアクオフス、ホンハイが買収したそうですけど、まあ僕は複雑ですけどね、買収されなくてもよかったし、まあ、YouTube が台湾ですから、だといって僕は別に台湾を押すつもりなかったんですけど、なぜか YouTube が Yahoo に真似てすごく良かったという。 Yahoo の水着グラブやどうか、安田美沙子さん、真鍋さんをはじめとするグラビア動画にがたくさんあった Yahoo 動画、ね、今はなき Yahoo 動画、ズームもなくなりました。まあそれで、まあ今日は4束ぐらい持ってて、だいたい僕は4分の1って決めてるんですよね。ちょっとずつ増やしていく。あと新陳代謝をしてより良いもの。でも逆に悪くなってるかもしれない。まあ、ちょっと印刷をきれいにして、まあ、切り口に関しても、まあ時間かければきれいに切れるんですけど、ね、ちょっと針がスピードを優先して、あれにしたといけない。まあ、もしかして上がるかもしれないし。そういうことでやってます。いろいろ試しながら新人退社、じゃあゴミじゃないですけど、僕40ですからね、まあ、想定としては科学好きの20歳ぐらいの科学好きの人に、まあ、拾ってもらえればいいかなみたいな軽い気持ちでやり始めました。